ハワイの深海650メートルの950メートルで捕獲されたコンゴーアナゴ。コンゴーアナゴはウナギ目ホラアナゴ科に属する魚類の一種。水深200メートル以上の海底で定性生活を送る不肉食性の深海魚である。コンゴーアナゴが所属するホラアナゴ科は3つの赤に細分され、そのうちコンゴーアナゴ赤は本種の実が含まれる単価となっている。 コンアナゴは水深365から2620メートルに分布する深海魚で主な生息範囲は500から1800メートルの間と考えられている。これまでに日本近海を含む西部太平洋、南アフリカ沖及び大西洋から報告されている。コンアナゴは不肉食性の魚類として知られ、死骸や弱った生物を主な餌としている。 海底に沈行した大型生物の意外に群がり、時に内部にまで潜り込む習性を持つ。漁獲されたオヒョなどの体内に見出されたことから、当初は寄生性の魚類と考えられ、ペリシッティカの種商名が与えられた。しばしばエスペリシッティカスとも表記されるが、これは元気祭論文での語気に基づくシノニムで、現在有効とされる学名は、エスペリシッティカである。 本種は深海の掃除屋として、食物連鎖の中で重要な役割を担うが、同じ不肉食者であるヌタウナギ類ほど数は多くないと見られている。一方で、本種の食性には明らかでない部分も多く、無脊椎動物を捕食することもあるなど、不肉のみに依存してはいない可能性も指摘されている。今後、アナゴは、ウナギのように円筒状に細長く、体表は、 粘液質でヌルヌルしている。最大で全長60センチメートル程度にまで成長し、体色は灰色から褐色調。ホラーナゴカの他のニ赤カと異なり、フーンが尖らず、頭部は丸みを帯びることが最大の特徴である。口は小さく、口元の後端は目の位置よりも前にある。歯は休止状で、鱗は小さく、皮膚に渦もれる。背びれと尻びれは、尾ひれと、 連続し、尻びれは体の後半部分から起死する。ありがとうございます。